今日午前、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所からイプシロンロケット6号機が打ち上げられました。このロケットには九州大学発の宇宙ベンチャー企業 QPS 研究所が開発した小型レーダー衛星アマテル1-2が搭載されていて、福岡市でも関係者が打ち上げの様子を見守りました。しかし上昇中にトラブルが発生、ちょっと衛星の状況が確認が取れなくなったということで、 JAXA 宇宙航空研究開発機構によりますと、正常に飛行できないとして地上から指令破壊信号を出したということです。 QPS 研究所は状況を見守るとした上で、人工衛星を36機体制にする計画について歩みを止めることなく進めていくと話しています。